松本幸氏は日本の法学者、法学修士、専門は国際法。研究分野は主に従軍慰安婦問題の国際法的考察やアフリカ地域の人権問題を研究対象としている。近年はテロ問題や西サハラ問題を研究。札幌学院大学名誉教授、岩手県花巻市出身、立命館大学大学院法学研究科修士、 家庭終了。1978年立命館大学大学院、法学研究科博士課程担任取得満期大学。1983年札幌商科大学講師。その後、札幌学院大学法学部助教授。1991年イギリスロンドン大学東洋、アフリカ研究所に留学し、アフリカ人権問題を研究。帰国後、 札幌学院大学法学部教授。札幌学院大学法学部長を務めた。2016年札幌学院大学定年退職。同名誉教授。同法学部非常勤講師。モロッコモハメット・ゴセイ大学客員教授。このほか、国際 NPO グローバルネットワーク21代表補佐。NGO 札幌国際連帯研究会会長。 日本モロッコ研究センター理事長なども務める。1991年イギリス留学中にアフリカ人権民主主義国際委員会のバブ委員長と知り合い、同年にザンビアルサカで開催されたアフリカ人権民主主義国際会議に出席する。北海道人物人材情報リスト2004なは、ありがとうございます。